はい、どうもです。こんにちは、いずいっこです。それでは今回は自己資金0円で投資を始める方法を紹介していきたいと思います。この動画ではクレジットカードを利用して貯まったポイントを活用して自己資金0円で投資が始めれるという初めて投資にチャレンジされる方にぴったりの動画となっております。また本日はゆずひこチャンネルなんと初の試み、ゲストと一緒に解説していきたいと思います。では早速ご紹介します。サイソンさん。はい、サイソン和也です。株式会社クレディセゾンの社員 YouTuber をやらせていただいてます。ゆずひこさん。はい。いきなりなんですけど。はい。なんで今回、私と初めてのコラボをしてくれたんですか？まあ、これはですね、後々出てくるんですけども、今回はかなり視聴者様にもお得な情報がありましたので、もうぜひともお受けさせていただきたいと思いまして、コラボを実現することになりました。なるほどですね。はい。ってことは、お得な情報がなければ、受けてくれなかったってことですか？やっぱり視聴者さんに喜んでほしいっていうのは一つあるので。あー、でもそれって素晴らしいですよね。やっぱりご自身のチャンネルの視聴者様に少しでもお得な情報だったりとか、少しでもいい情報っていうのを届けたいっていうのを普段からゆずひこさんが思ってるってことですよね。そうですね。それは私もすごく勉強になります。なのでこの動画を見ていただいて、ゆずひこさんの最初のおっしゃってた視聴者様がお得になる情報、お得になるサービスを今日はお話をしていきたいと思いますので、はい、ぜひ見ていただいている視聴者の皆様、最後も最後の最後までご覧ください。よろしくお願いします。サイソンさん、今日は何を解説していただけますか？はい、今日はですね、高還元率のクレジットカードの紹介や、積み立て投資、そしてゆずひこチャンネル限定の特典もご用意しておりますので、ぜひ最後まで見てください。早速ですけど、ゆずひこさん、セゾンカードは持ってますか？はい、持ってます。以前 YouTube でも紹介したセゾンカードデジタルとセゾンパールアメリカンエクスプレスカードです。おー、さすがです。ありがとうございます。今日紹介するのはセゾンカードの中でも最も還元率の良いという評判のカード、それがこのセゾンパールアメリカンエクスプレスカードなんです。最短5分で発行ができてナンバーレスのカードになります。このカードは年会費永久無料に、そしてクイックペイのご利用で永久不滅ポイントが毎回 3% 還元されるんです。なるほど。このカードでクイックペイを利用すると永久不滅ポイントがザクザク貯まるっていうことですね。その通りなんですよ。ザクザク貯まるんです。ただしポイント 3% の還元は2022年の7月31日までのご利用分で 3% 還元となります。2022年の8月1日から2022年の10月31日までのご利用は 2% 還元になりますので、ここはご注意してください。2022年11月1日以降につきましてはまた別途ホームページでお知らせしたいと思います。なので今が一番チャンスです。早く申し込んだ方が断然お得っていうことですね。そうなんですよ。今申し込むのが一番お得です。ゆずひこさん、はい、1点僕ちょっと気になってるんですけど、はい、ゆずひこさんって普段貯まったポイントって何に交換されてるんですか？この永久不滅ポイントが貯まったら結構他社のポイントに交換することが多いですね。具体的に他社のポイントってどういうポイントに変えてるんですか？まあ主に多いのはドコモの D ポイントですね、に交換することが多いです。なるほどですね、はい、結構私が営業とかしてたりとかお客様と話していると、はい、貯まったポイントの使い道っていうのに困るってことが結構多いんですけど、そういうのってあんまないですかね？いや、それは結構あると思います。そうですよね、はい、って思いまして、はい、今日案内するのは貯まった永久不滅ポイントを何に使うかっていう話なんですね。なるほど。はい、それは投資なんです。ほう。なんかポイントを投資するって感覚ってありますか？いや、たまに動画で紹介することはあるんですけども、やっぱり慣れないっていうのはあるかなと思います。投資っていうのは。そうですよね、はい、永久不滅ポイントってやっぱり商品とかマイルとかに交換するのは可能なんですけど、やっぱ投資に使って増やしちゃいましょうっていうのが今回のお話で、はい、それは何かっていうと、永久不滅ポイントがポイント投資に使える商品っていうのがこのセゾンポケットなんですよ。そういうことなんですね。そうなんです。で、具体的にはセゾンポケットっていうのはセゾンカードとか UC カードで貯まった永久不滅ポイントで積み立てができることなんです。なるほど。そうなんですよ。セゾンのパールアメリカンエクスプレスカードって
すごいポイントの還元率が高いので、はい、そのポイントでザク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 ポイントを貯めてもらって100ポイントを450円として投資することができるんですよ。なるほど。このスライドにあるように毎月積み立て日に自動的にポイントを使ったり注文ごとにポイント数を決めて購入代金としても使用することができるんです。はい。また、セゾンポケットなら、カードで積み立て投資ができるので、これはね、すっごい簡単なんですよ。ほう。毎月1000円から無理なく始められるんです。そして、毎月積み立てた投資で、さらに永久不滅ポイントが貯まるってことなんです。なるほど。そういうことですね。そうなんですよ。前、なんか投資って聞くと結構金額が大きい金額を投資しなきゃいけないかなっていうふうに思ったりしないですか？ああ、思います。いくら少額から始めていいのかどうかやっぱ不安にはなりますね。そうですよね。はい。で、1000円から投資だとちょっとなんか、あ、投資なんだけど、1000円だったらいいかなみたいな結構思わないですか？思います。そうですよね。はい。で、このスライドに書いてあるように、積み立て投資って、同じ商品、同じ金融商品を毎月同じ額を同じ日に買い付けしていく投資方法なんですよ。なるほど。自分で買い付けに行かなくても自動で買い付けてくれるということなんですね。それは結構楽ですね。まあ、自分でやろうとすると、まあ、価格が低い時に買って高い時に売るというのはとても難しいですもんね。まあ、自分で積み立てしてくれるなら結構初心者には安心ですね。そうなんですよね。ゆずひこさんって今の私の積み立てのお話聞いてどう思います？どのくらいの金額でどのくらいの期間積み立てすればいいかっていうのが気になりますね。ああ、やっぱそうですよね。でも積み立て投資は無理のない金額から少しでも早く始めるってことが大事なんですよ。長い時間をかけて積み立てすることで値動きも気にせずに長期に投資することができるんです。セゾンポケットなら積み立て金額に応じてポイントも貯まるんですよ。なるほど。お買い物してポイントも貯まって、さらにはカード積み立てでもポイントが貯まるので、ぜひ貯まったポイントはセゾンポケットで投資して資産を増やしてみませんか？なんでこんなにおすすめするかって言いますと、繰り返しお伝えしている投資でもポイントが貯まること、そしてカードの支払いと一緒に引き落としになるので、投資をするために口座にお金を入金する手間っていうのが省けるんです。積み立て投資の申し込みは簡単で、このスライドにあるように4つのステップだけです。しかもスマホ一つで完結できちゃいます。投資信託と株の積み立てが可能で、投資信託は月々1000円から、株は月々5000円から始められます。株がカードで積み立てれるっていうのはかなり珍しいですね。そうなんですよ。またもちろん積み立てNISAにも対応してます。ここからはキャンペーン情報をお知らせさせていただきます。まず一つ目は、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードの申し込みとセゾンポケットの口座開設をしていただいた方全員に漏れなく現金1000円をプレゼントします。そして2つ目、これはすごいですよ、ゆずひこさん。ほう。ゆずひこチャンネルをご視聴の方限定で、この動画の概要欄より口座開設いただいた方で、積み立てを3000円以上設定していただくと、さらに追加で1000円をプレゼントします。カード申し込みと新規口座開設と積み立て設定で最大2000円ゲットのチャンスです。そうなんですよ。今回はゆずひこチャンネル視聴者様限定のキャンペーンを用意していただきました。このキャンペーンをですね、活用すればタイトル通り自己資金0円から始めることができるので、まずはこのお得なチャンスをぜひ検討してみてください。ゆずひこさんにめちゃくちゃゆずひこチャンネル限定のキャンペーン出してくださいって言われましたもんね。あ、そうですねもうぜひともということで、これゾンポケットを始めるんだったら、このゆずひこチャンネルの概要欄から入るのが一番お得です。これ整理すると実際にどれだけもらえるんですか？はい、じゃあこちらのスライドをご覧ください。整理しますと、まずセゾンパールアメリカエクスプレスカードのお申し込みとご利用で永久不滅ポイントが8000円相当、セゾンパールアメリカエクスプレスカードのお申し込みとセゾンポケットの新規口座開設で現金1000円プレゼント、
さらにゆずひこチャンネル視聴者様限定で積み立て設定3000円以上していただくと現金1000円、合計でなんとですよ1万円プレゼントになります。うわ、これはすごい。すごくないですか、ゆずひこさん。いや、これはかなり大奮発してくれましたね。そうなんです、ゆずひこさんの営業に負けました。いや、とんでもないです。で、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードデジタルの申し込みの場合、カード発行月の翌々月末までに5万円以上ご利用で、永久不滅ポイントが1300ポイント、6500円分相当をプレゼントします。もちろん、セゾンポケットで積み立てしたカード利用分もカウントされます。もちろん、カード利用で貯まったポイントは、セゾンポケットの投資にも回せるんです。ゆずひこさん、ありがとうございました、今日は。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。どうだったですか？いやー、なんか初めて、こう、聞いた印象からすると、やっぱ、投資っていうのは、始めるのになかなかこう、最初の第一歩がこう、難しかったりですとか、まあ、さらにその、投資した資産が、まあ、増えたり減ったりするので、それが今回のキャンペーンを活用することで、かなり抑えることができてるんで、もともと投資されてる方はもちろん、初めて、まあ、投資を体験される方にも、まあ、嬉しいかなっていうふうにも率直に思いましたね。うん、おー、嬉しいですね。はい。しかも今回は、わざわざ、ゆずひこさん、今までコラボっていうことがなかったのに、受けてくださったんですよね。実は、いろいろご依頼はいただいてたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、かなりお得情報ということでしたので、初の試みということで、お受けさせていただきました。嬉しいですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。実は、このタイミングで僕もですね、セゾンポケットの講座解説をしました。そうなんですか。ありがとうございます。とんでもないです。なので、ぜひこれを機にですね、皆さんもセゾンポケットを盛り上げていきましょう。ということで、今回はセゾンパールアメリカンエクスプレスカード、そしてセゾンポケットを活用して自己資金0円で投資を始める方法について、サイソンさんに紹介していただきました。先ほどサイソンさんが紹介したゆずひこチャンネルをご視聴の方限定の特別特典については概要欄にありますので、ぜひチェックしていただければと思います。そして、サイソンさんのチャンネルも概要欄にありますので、そちらもご一緒にですね、ご覧ください。それでは本日、サイソンさんありがとうございました。ありがとうございました。